補定劇、補定劇、プータイシー、補定劇は台湾の民間芸能の一つ。別に、補定木偶に、手見沢傀儡里、手袋傀儡里、小中に、小加護、呼び花木などとも称される。その起源は17世紀中国福建省、泉州あるいは昭州に遡ることができ、福建泉州、昭州、関東長州及び台湾、インドネシア等で一種の人形劇として、 現代に伝わる。人形の頭部や手足部は木製であり、それ以外の身体部は布製の衣服により構成されており、演出時は手を人形衣装の中に入れて操作する。布で作られた袋状の人形を用いたことから、補定劇の名称が生じた。補定劇の特徴としては、音楽伴奏を伴い、出場詞の念じろ、節書の口じろと人形操作により構成され、 人声曲調と昇空表現はあまり多用されないことが挙げられる。演出は前場と後場に分類される。前場は舞台部分を差し観客に操作する人形を見せる部分であり、後場はミサをたまし、人形遣い、楽団と口白シフ、工場師が控える裏舞台となる。どのような形式であっても固定劇の演習には舞台、戯れ台、戯れ棚が必要である。 その規模はまちまちであるが、台湾国家劇院で上演される壁歴補定劇では、舞台は十メートル以上にも及び、この舞台は、劇内容の風景を演出を演出するほか、観衆と演出者の距離を保持する機能を有している。しかし、初期の補定劇では、舞台は非常に簡単な構造となっており、柱と簡単な舞台、全幕によって構成される、移動可能な簡易舞台が、 一般的であった。固定劇の人気が高まるにつれ舞台の構造が複雑なものとなり、四角棚と称される舞台が誕生した。四角棚は3から5メートルの物体であり、その構造は小型の土地工病に類似しており、四方に柱を、中央に大腸と称される構造物を配し、その四面の中三面は空とし、大腸内には屏風を配し、演出者を隠す構造となっていた。 この四角棚も時代と共に複雑かつ精密なものとなり彫刻を排した中国伝統の建築スタイルを採用するようになった。19世紀になると、補定劇に六角棚部隊、別称彩り楼と称される部隊が登場する。これは四角棚の左右前方に各一面を加えたもので、左右両側の慣習に対する演出効果を意図している。この六角形は、 舞台の幅を取ることなく演劇空間及び視覚効果に変化を与え装飾に衣装を凝らした舞台演出が可能となった。これらの舞台装飾デザインには絵画が多用され制作コストを抑制するとともに移動の勘弁を追求し同時にその他伝統劇に劣らぬ舞台効果を獲得している。現在これら舞台は補定劇団が演出を行うのに 重要な地位を占めるようになっている。補定劇では、舞台上の人形操作と演出が上演において、重要な地位を占める。伝統的な補定劇では、補定人形の大きさは30センチメートル程度であり、体と指示は全て布で制作されており、人形師は左手を人形の中に入れて操作していた。人差し指を頭の中に入れ、親指で補定人形の右手を、 それ以外の三本の指で人形の左手を操作し、左手全体を利用して、人形全体の動き、頭部、手の動きを作り出している。しかし小型で素朴な補定人形では、表情の変化を操作できないため、身体の動きのみで人物感情を表現する必要があるため、その熟練した演出を行うには相当の難度があった。人形の役により分類すれば、補填人形は生。 タン、キヨシ、スエ、ウシの五種類に分類することができ、各種人形は、それぞれの手や足の動きを明確に、合もとする必要がある。これらは、強劇、歌こぎの強い影響が認められ、その身体動作が、劇中の人物感情と上演テーマを表現する、ことにあり、人間の動作を人情に注ぎ込むのである。補定劇は、片手で操作するため、人形師は、 通常一人で二台の人形を操作することも多かった。事実補定劇は二台の人形が相互に会話を行ったり、また相互に戦う内容が多く、これらは一人の人形師によって操作された。これらは一般の伝統劇同様、会話を主とするものを、文義、武雅の多いものを武義と区分している。二十世紀中期以降、より高い視覚効果を高めることを目的に、 固定劇人形の大型化が進み、50cm から、場合によっては 70cm のものが製作されるようになった。この大型化により、人形師は両手で人形を操作するようになり、また伝統的な操作以外に、人形内部に特殊な装置を組み込み、縄によりまぶたや口を操作し、また手足が湾曲する機構も採用された。このか、左右両手を使い思え、本法、 飛べ説や運手防せう等の身体表現を自由に行えるようになった。補定劇が誕生した17世紀、その題目は非常に簡単であり、即興劇が主流であった。現在でも、即興劇は敏南地区で盛んに行われており、台湾での敗前飛べ8000東口寺路のない迎え神の演出などがある。18世紀からは題目により演出される補定劇が出現する。 また上演も1時間以上に及ぶ、歌人、新案を中心とした物語性の高い題目が、人気を、週、現在まで伝わる、四金春期、カラス放棄、棄、鈴目継女王等の台本が完成している。さらに部に、歴史演技という小説を題目にしたものが誕生し、三国志演技、西遊記、方針演技等、小説を題材にしたものが人気を博している。また、 音楽以外には口白による会話が表現の主体となり、オペラ方式による表現がない点が他の中国伝統劇と大きく異なる点である。このほか1980年代、台湾において、補定劇が独特の発展を遂げている。武雅、武鏡、笑い、お笑い、加減、イルージョンなどを題材に1時間前後の上演時間の中で、これらは 通常伝統的な補定劇とは区別されるが、既存の補定劇の観念から脱却した新しい形式も登場している。補定劇の人形が舞台に登場する場合、それぞれ固有の四年次郎を発して登場する。四年次郎は出場師、あるいは定常師ともの一種であり、四句の五個とあるいは七言と子指定祭の台湾語、年次郎である子からこの名称が用いられている。 この出場詩は、補定劇の大きな特徴であり、独特の戦立の詩は、人形の役柄を説明し観客に理解させる以外に、人形の役柄や身分、性格を文語表現により表現するものである。具体的な例を挙げれば、補定劇上演中に観音菩薩が登場する際には、南海札自在、説法三千世界仏法無偏無料、凡人難、至る連代と、 仏教的な内容を表し、老生が登場する際には、月次十五公明書人至る年中年万時給、自尊自由自尊服、漠ため自尊作馬牛、老漢性、ただし、明記と、昇華小にの流等の場合は、茶、酒やなとも、迎え三島客、輸送五個品、不祥古家味、南京四川人、省英勢売差、酒、生徒とそれぞれを表現している。 一般に、補定劇では超音を対応し、カタ以外の題目では、出場誌が演出の大きな部分を占めており、また、出場誌以外は、説書形式の口白が演出の多い板を占める。台湾での補定劇発展では、四年白と称される、出場誌が1980年代に、対、守る、標則を保持しながらも、大きな変化を遂げた。 台湾で当時流行した壁歴補定劇では、劇中のケン君十二班が、新代の文人である、超牛ろ夢影の十二班を、出場主とした。また1990年代になると、台湾で、テレビ放映された、補定劇は、出場主以外、人形ごとに出場主の延長線上とも言える、独特なテーマ音楽を配し、視聴者に対し音楽を持って、 人形の役柄を伝える新しい方式が出現している。定常詞と人形の演出以外、前後上の演出で重要な要素となっているのが、音楽伴奏と口白である。後場には、人形詞の他に音楽、口技表演を担当する者を配し、前場文部劇に合わせて、緩球をつけた演出が行われる。固定劇の演劇効果を高めるこれらの演出を、三分、前場、 七分五話と表現することがあり、五話の音楽や口白呂に対する重要性を示している。五話の音楽では、伝統補定劇の伴奏は、北間及び南間2種類の音楽が使用される。五話は異なる楽器を用いて、部上では打楽器を、文上では弦楽器や発言楽器、管楽器を多用して表現している。さらに詳しく区分をすれば、部上で使用する楽器は 小子、通りつづみ、小、発、瓶座皿などがあり、文上では、二子、突、瓶座皿、月金及び笛が多用される。これら楽器の使用形態により、固定劇は、生単に、新庄儀、ブダギ、伝来技、すりこぎ、拳打儀に区分することも可能である。20世紀中期以後、五代での楽器の使用に変化が生じ、強劇の後代音楽の影響を受けたり、 洋楽器の使用、歌手による消化や、電子音楽音源を使用など、新しい様式が誕生している。敏南あるいは、台湾の地方言語で演出する、口白氏は、補定劇に魂を吹き込む人物と言われている。補定劇での演出の中、五番の口白氏は、登場人物のセリフを担当し、また、補定劇での唯一名前が出される出演者でもある。 このように重要な役割を担う専門口白氏は、老若男女を問わず様々な登場人物の性質、話しぶり、そして異なる地方の言葉を取得し、さらにその情緒の変化を表現する必要がある。また文学や音楽に対する造形も求められる。実際に一人の口白氏は28種類の登場人物とその感情を表現している。また、補定劇の特徴である。 出場誌の担当も行い、口白誌の技量が演出成功の鍵を握っている。補填劇の役は、聖、花剣、丹、神道、聖解、雑角の6種類に対別することができる。20世紀になると新しいタイプの補填劇が登場したが、口白に関しては伝統的な補填劇の影響を強く残している。しかし文、素関心、文章、男性教頭、 竹尾、横地飽中天、花剣、翼古藤、特殊な竹彬、旗奥仙、二葉、牛などのように斬新なキャラクターが生み出されている。固定劇で使用される人形の基本構造は、三花、服飾、カブト棒、頭部装飾色に分類される。三花には、木製の頭部、布製の身体部、木製の手、布製の足、 木製の靴が含まれ、伝統的な人形の大きさは約80センチメートルである。種類により分類すれば、補定劇での役により、補定人形も、聖、丹、清の大きく3つに分類し、さらに、それを出生、花剣、丹、神刀、聖怪、雑覚などに分類することができる。人形師が一単価ごと、俗称する。 これらの人形は、伝統補定劇では一つの補定劇を上演するのに、この六章分類の各種八十種類用意する必要がある。これらの人形の頭部の多くは古くは中国泉州で多く生産されていた。1920年代以降、台湾では型を使用した頭部、サイロラクの製作が試みられたが、やはり泉州から輸入した東山頭が主に使用されいた。 当山頭でも特に有名なのが塗り門頭と花園頭である。塗り門頭は主に先週塗り門街の周辺をこうとすものであり、台湾では塗り頭とも呼ばれて花剣のものが有名である。花園頭は先週間残酷花園頭村で生産されていたものであり、生担当のものを得意としている。先週産の頭部で使用される木材の多くは銀南と、 ここは図先が使用されている。これに対し、台湾では、霧が多用されている。制作の過程は、荒削りした後、研磨、さらに面紙を塗った後に、ベースとなる、土堤と呼ばれるものを塗り、表面を、ファンデーション処理した後に、顔を形成し、最後に髪や髭を取り付ける。布堤劇の和自由に動く人形と音楽により、伝承されており、脚本の多くは、区伝されたもの、 または、講談師が出演者に述べた内容に従っており、書物として現在に伝わる伝統補定劇の脚本は非常に少ない。当時古伝によっていた内容としては、三国志演技、西遊記、方針演技、水古伝等の創世難事が主体となっていた。1945年以後、泉地区の補定劇は、彗星となり、台湾補定劇のみが発展を続けた。 台湾補定劇史の公開体は広く、徒堤を募集し、その技能伝授のために、自ら、トラ虎戦清流、大東五古章、三門外、根頭石、秘密遺書の脚本を成文化させた。また1960年代になると、高と潮は著名な補定劇作品である、雲州大樹キャン脚本を、公開体により、忠だ義か伝が完成している。中国では、 小州の小州木具劇団が1980年代の改革開放政策以降、自動劇を題材とした脚本を用いるようになり、台湾でも市民愛好者による補定劇団でこの方法が試されている。それでも、一般的には伝統的な脚本と即興による台湾語による口白がなお補定劇の大きな特徴とされている。補填劇の歴史は古く、 竹林宮寺、東京夢家録などの古籍の中の記載に遡ると、される。それは、早朝宮廷で取り行われた演説の余興の中に、すでに人形劇であり、現在の補定劇とは、内容が異なるが、人形劇が先週を発祥とした古事として、広く伝わっている。伝承では秋代、過去に数度落第した、両平林が、 福建商船有権旧古以にある先行病に、旧大を祈願したところ、夢の中で一人の老人が、両平林の手の上に、巧妙来ての平へ」と書き、これを基調とした、両平林であるが、大見で再度落第した。失望した、両平林は、人形劇を学び始め、人形の中に手を入れる方式を編み出し、さらに文学に造形が深く、各種平館や詩を用いた物語が観客を魅了し、 ここに、補定劇が始まったとされる。この他民の高吉、1567年から1572年、年間に、復権流経験の過挙に落第した、孫匠美人氏により編み出されたとの説も言う。17世紀中ようになると、補定劇は相当の人気を博し、肩端劇のスタイルを取り入れるようになる。肩端劇とは、簡易部隊を設置し、 舞台下の人形師が肩の上で人形を操作する芸能である。18世紀までに、補填劇は様々な地方で異なる職業集団が現れ、屋外で行うの大劇と室内で行う内体劇に分化した。その中で、野台劇は各地を従業し、次第に初心への感謝への芸能と変化し、簡単な舞台装置と少数の演出家により上演された。 内退劇は18世紀に登場したが、最も流行したのは20世紀になってからである。内退劇は豪華な舞台装置と、野大劇に比べ大人数による演出が特徴である。一般には内退劇は一般の室内劇と同様の舞台装置を備え、人間の代わりに人形を使うものとされている。そのため強劇や映画の演出効果と重複するため、 内退劇は廃れるようになり、1980年代以降は特殊なものを除いて内退劇は福建及び台湾ではほとんど見られなくなった。これ以外に1960年代内退劇はテレビ、補定劇という方式を発展させている。これはテレビ撮影セットの中で補定劇を演出するというものであり、台湾において相当の栄光を収めた。 1990年代以降になると、ケーブルテレビや DVD、映画等多くのメディアにより発信されている。17世紀に、福建泉州で発祥したとされている、補定劇であるが、その後の発展は、福建から台湾と地域が広がり、異なる時代に相互に影響して発展したため、流派として正確に区分することは困難である。 伝統的な補填劇の流派は音楽により区分される。南館を使用する流派を、南派、補填劇、南館、補填劇と、関東の潮町を使用する流派を、潮町ふぶくろ劇と、北館を使用する流派を、北派、補填劇、北館、補填劇と称している。20世紀以降、台湾では、昇州の北館文部城に、京劇のラツ済みを取り入れた外野補填劇と歌子劇の、 歌唱を取り入れた歌子調ふ袋劇が誕生している。校舎に関しては現在台湾より泉へ逆輸入もされている。また、補定劇の地方ごとの特徴により区分すれば、文義を特徴とする南派は先州で成功であり、音楽は南間楽を採用し、昇空も南町を採用し、東大より伝わる離縁劇の影響を伝えている。昇州補填劇は、 近隣の関東長州の一部で、使用調布袋劇が行われている以外は、北間学を使用した北派、補定劇となっている。北派は武器を得意とし、小空は北朝として、干潮、昆空、慶潮等などが使用され、強劇の影響を受けている。しかし1980年代以降補定劇は、相互影響と各種文化との融合を行い、 これらの南北両派の区分は次第に不明瞭になってきている。台湾では南北両派の伝統補定劇が成功である。南派の上演内容は先週で流行している劇種と類似したものが多いが台湾に伝わって以降白字と称されるようになった。この種の補定劇は劇団は台湾中部のウリン県の第二子、幕僚、宝忠氏、東勢、 四個などの出身が多く、台湾北部で特に人気が高い。北派は台湾でランダンと称され、昇州を起源とし武技を中心としている。その構成員は、ウリンケントロク、ニシラ、トナン、コビ、フルコウ、ニロンなどの出身であり、台湾南部で特人気が高い。この他台湾の補定劇は、登場人物による区分もできる。それは各派、円派に分類されるものであり、 公開隊が円波を代表し、五、数円直径の指定により、壁歴補定劇へと発展した。文献では、両平林が補定劇を始めたとあるが、歴史事実として確実たる事実とは認定されていない。しかし、補定劇と先週の海乱劇文化には、相関関係が認められることは定説になっている。復建地の補定劇の発展には、 泉州補定劇の影響が広く認められ、そのため泉州が補定劇発祥の地とされる。しかし長い伝承過程の中で泉州補定劇は人形伝統芸術の一支流となり、この地区の人形工芸木靴を中心としたものとなっている。それに対して昌州あるいは台湾での補定劇は泉州を両和する発展を見て、1950年代以降台湾では 伝統補定劇の改良に成功し、泉領地に先んじた芸能として発展している。文献によれば1730年から1760年にかけて、泉州地区では補定劇が相当流行したとの記録がある。当時の泉州補定劇は、人形や舞台装置、音楽などは、傀儡劇儀曲の強い影響を受け、演出面では、社神、向井草神、祝演、 波動などを行っている。1798年になると記録に残る中国で、最初の専門的な補定劇団として、金英城玉劇団が誕生し、既存の傀儡帳を発展させ文義を編み出し、精密な人形と泉州による演出を加えた、南派、補定劇が誕生している。19世紀になると泉州南派、補定劇は、全盛期を迎える。この時期は、中国各地に、 固定劇が広まり、傀儡劇を起源とする内容以外、人形の操作技術を重視したリエン固定劇が誕生したのも人気を得た要因のつである。20世紀初、リエン固定劇より、さらに歌唱を重視した過後定劇が先週で誕生する。しかし台本殿の相違性に欠如していたため民間で広まるには至らなかった。しかし後に小説を題材にした内容となり、 音楽も南館を採用するなど改良が進み、独特の文義を編み出したが、台湾補定劇や昇州補定劇に比べて時代に取り残され、補定劇を代表する地位を失うに至りた。20世紀になると一時中国政府による民間芸能の保護と育成が行われた。その結果1953年に専門集団として、新港小中国空劇団が誕生した。 この劇団は南カントリエンを融合させ、白竜公衆や五、浦町、虹などは中国のみならず世界各地で上演された。しかし文化大革命で致命的な打撃を受けている。1980年代以降この状況は改善されつつある。また、補定劇そのもの以外にもこの地区の人形彫刻工芸も有名であり、特に高架層によるものは現在でも高く評価。 されている。昇州補定劇は、泉州のものと類似しており、その起源を同じくしている。しかし、五馬音楽に関しては、泉州と異なり、ラツズミ、突東の北関音楽を使用しているのがその特徴である。その楽器の特性から文義より、武義が発展した。この他昇州の文章、美琴トノリ東山、平和書見では、 近隣の長州楽曲の影響を受けており、その地方の補填劇を特に、長州補填劇と称している。二十世紀初頭、長州地方市市外南次官は、上海より、京劇団を招きこの地に広めた。同時期に、長州芸人のようまが、京劇将空と演出を、補填劇に取り込み新しい様式を確立した。年から年にかけれ、 昭州北派、補定劇と台湾と泉州で流行した南派、補定劇、あるいは泉州離縁、補定劇がそれぞれ基礎や融合していった。そしてこの北派、補定劇は後に台湾に入り、李天禄の外へ補定劇へと発展していく。1932年、台湾で発達した歌子劇が昭州に伝わると、その影響を受け、元来京劇の影響を強く受けていた。 小州歌子劇に台湾歌子劇の音楽と華麗な衣装が融合され、劇と称された。昇州補定劇はこの劇の模倣を行い、一部の劇団は歌子調の歌を取り入れた補定劇を編み出した。その後様々な改良が加えられ1950年代には、激しくユーモアあふれるブダを特徴とする昇州補定劇の核が確立され、方針演技や、 最有機を題材とした内容が盛んとなった。中国共産党が政権を取ると国家による補定劇の保護が行われるようになる。そして1959年3月、昇州流刑に流刑千句目劇団が結成され民間芸能の補定劇が専門家による芸術として扱われようになった。また1960年にルーマニアで開催された 第二回国際あやつり人形祭で、長州補定劇による大名府、雷満春だ虎が上演され、金賞を受賞している。しかし文化大革命が始まると、伝統芸能は否定され、10年にわたる停滞期を迎えることとなった。文革が集結し、改革開放が開始された1980年代、中国政府は再び補定劇の保護に乗り出し、 小衆目偶芸術学校を創設している。小衆目偶劇団は、再び活動を開始し,し、中国国家一級演員僧、陳花と新世代の郝恵美くん、郝三脇等の努力により、自動劇、森林的古事などが上演されるようになった。台湾では、先週から伝播した固定劇が、伝統的な社会と台湾語により独自の発達を、遂げて、現在に至るまで、 大きな人気を博している。1750年代、福建より大量の移民が台湾に入植すると、補定劇も移民と共に台湾に流入した。当時の台本は古書、小説を題材としており、それにより上演される補定劇は古冊劇と称されていた。特徴としては、口白が文語体であること、動作の再知性、南北感を主とする音楽にある。 台湾省通史館学芸芸術編によれば、最初に台湾にもたらされたのは南派、補填劇であった。現在は台湾で傍流となった南派であるが、現在での台北の小西園、また延前等わずかに現在にも伝わっている。1920年代は、武教劇を中心に補填劇が民間に広まった期間である。新末民発の七キャンゴに、 小語儀などの武教小説を題材とし、格子剣を重視した表現を用いたために、県教・補定劇と称された。当時の県教劇を代表する人物としては、五周年の公開隊と、新公格の小務さ幸がいる。1930年代は、台湾で公民化運動が推進され、補定劇もその中で変化を遂げる。まず、中国伝統のラツズみの使用が禁止され、 変わって、西洋音楽が用いられた。また、雑用の中でも日本風の衣装をまとった人形が使用され、ミトコ門モンなど日本の物語を題材としたものが日本語で上演されることもあった。軽快な口白が重要な補填劇では日本語は受け入れられなかったが、その当時の演出方法は、金光補填劇へ大きな影響を与えることになる。戦後の1950年代。 台湾中南部のの台劇として、混攻劇が登場した。武教劇時期のまとぶ内容を継承し、さらに新しい主卓を創造したほか、混攻劇では豪華な背景や衣装を使用し、また投稿を利用した、特殊効果を多用し豚の情景を表現した。また、音楽の方面では、少なからずの劇団が伝統的な後台での音楽に代わって、レコードを使用するようになった。 この時期の主要な人物としては5周年、第2代のコート潮と新興角、第5代の章を務むが挙げれる。コート潮の補定劇は人形の大型化を実現し、またテレビによる放送を開始するなど、精力的に活動した。1960年代初期、映画館で補定劇が上演されることは一般的であり、野大根交、補填劇は、 農村地区の重要な娯楽の地位を占めていた。そして、テレビ時代が到来した1962年、当時台湾で唯一テレビ放送を行っていた台湾電子講師が、李天禄も、また演前小中劇団による三国志を放送した。1965年4月には、名居実小中劇班による北京語音声による推薦九州を放映、テレビ向け補定劇が、 初めて登場することになる。このように、利天録により開始されたテレビ、補定劇は、今交劇の高俊雄により発展することになる。1960年代初頭、公開大は、補定芸能を子である、高春京と高俊雄へと継承していった。高俊雄は、人形や音楽、舞台効果の改良に力を入れ、新しい内体義を創造した。 1970年3月12日、コウトシオが率いる、シンゴ、スキ団は、内退劇で上演していた、クモスタイジュキャン首を初めてテレビ放映した。斬新な音楽と舞台効果によりたちまち人気番組となり、放映は583回にも及び、台湾で97%という最高視聴率を記録し、テレビ放映が、学生や、 社会人の無断欠席欠勤を及ぼし、1974年6月16日には、正常な社会生活を妨害するものとして、政府により、テレビでの補定劇放映禁止となる、社会現象を巻き起こした。1980年代後半、台湾では、政府の外国メディア規制の大幅な規制緩和により、外国の娯楽文化が流入し、台湾の補定劇も、 その影響を受けるようになった。観客の減少により小場の専門集団の上演機会が失われ、経営が赤字に転落したことで最盛期には1000を超える劇団により上演されていた野外固定劇団も300余りに減少し、その中には実質的に上演を行っていない劇団も少なからず含まれるようになった。こうした状況下でも一部は、 学校や地域に密着した活動を行い、伝統補定劇の文化の保存に努力し、その中でも、d ーテと、ショーツトム壁等の伝統補定劇芸師による貢献が大きかった。新工閣のショーツトムは、大学の中に、補定劇技芸を開設している。台湾の伝統補定劇の劇団と監修は大幅に減少したが、テレビ、補填劇は1980年代に、 大きな進歩を遂げている。1988年、テレビ放送の発展を受け木分見たくと、高津義家の兄弟は、美中六影対抗誌を通し、電流ビデオ市場へ参加し、壁歴系列、固定劇を中心に作品を発表した。この劇団は、レンタルビデオを通じて100万人の観客市場を創出し、全体湾のレンタルビデオの10%を占めるに、至った。 1993年、ヘキレキシリーズはまた、補填劇の放送を通信とする、専門チャンネル、ヘキレキ衛星電子台、現在のヘキレキ台湾台に発展した。運営方式としては、レンタル用の補填劇を、一定期関係化後にテレビ話したものである。このようにして様々なメディアに進出した、補填劇であるが、1997年には映画化、され、成績伝説が制作され、 台湾のみならず、日本やアメリカにも輸出された。伝統的な補定劇は凋落したが、制作レベルを向上させたビデオやテレビ化を通じて、新たな観客を獲得し、2005年現在、台湾のテレビ、補定劇市場は4000万アメリカドル以上の市場へと成長し、100万人以上の視聴者を獲得、ケーブルテレビの専門チャンネルは350万個以上へと成長した。 また、補定劇関連商品の販売も増加し、同人誌やコスプレなどの愛好者によるサブカルチャーも形成されている。台湾では、過去補定劇は、不思想伝なるいは、指定制度により継承されていたが、現在では、劇団や学校でのクラブ活動を通して、一般民衆への認知度も高まり、また、大学の講義の一環として、補定劇団が活動することもある。 中国の昇州、泉州での大型、補定劇団は政府による補助が支給されている例もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。